そうです、まあ対戦から3日間しっかり休みましたし、まあ、打撲したところも、全く問題ないので、次の試合出場する機会が、あれば、まあ、しっかりできると思います。まあ、誰が出ても、全く問題ないというか、力を出せる選手が揃っているので、そういう意味ではすごくこういい試合になったというか、誰が出ても戦えるというのが証明できた試合だと思うので、そういうのはすごくいいことだと思います。まあ、やっぱり個人能力がすごく高い選手が多いというイメージなので、まあ、特にサイドハーフの選手だったりが、すごく個人技があって、ドリブルとか、打開力のある選手が多いと思うので、まずはそういう1対1の部分だったり、そういうところで、勝っていくっていうのがすごく勝敗にも結果があると思うので、まあ、個人的には、サイドバックの位置でサイドハーフの相手に、やらせないということが一番重要だと思います。攻撃の参加の部分だったり、まあ、でもやっぱアシストとかやっぱり結果がまだ残してないので、決勝トーナメントではまあそういう部分にもっとこだわっていきたいと思いますし、まずは個人のパフォーマンスよりも、チームが勝つために、しっかりとしたプレーをしたいと思います。まあ、過去の試合だったりというのは、まあ、あまり関係ないと思いますし、いつもと変わらず試合に臨んで、いつものように自分たちのプレーをすれば、必ず勝てると思うので、いつも通りプレーしたいと思います。2試合で、やっぱりクロスで相手に跳ね返せるシーンも、多くあったので、個人的にも、まあ、そういう部分というのはもっともっとこだわっていきたいと思いますし、サイドからの攻撃というのがより重要になると思うので、個人としてももっともっとこう攻撃参加の量、運動量というのを増やして、まあ、アシストだったり、まあ、そういう部分もっとこだわって